ははいそれでは本日は2級建築施工管理士の学科試験平成25年問45番施工コンクリート工事について解説していきたいと思います問題は番組テーブル下の説明欄に記載されておりますのでそちらからご覧くださいコンクリート工事に関する記述として最も適当なものはどれか1番コンクリートの打ち込み速度は十分な締め固め作業ができる範囲で設定するこの問題は正解ですこのコンクリートの打ち込み速度のことを言っております結果から言うとこの問題の通りになります これはですね、コンクリートの打ち込み速度は、まあ、あの、十分な締め固めができる。まあ、このようにですね、バイブレーターを、えー、しっかりと、えー、下に突っ込んで、えー、ずっと、まあ、コンクリートの速度が、まあ、バイブレーターがついてこれるような速度でやってくださいねということです。まあ、5秒から15秒で、えー、ずっと沈めておかなければいけないので、それに合わせるようにコンクリートの打折をしていくということになります。まあ、打ち込んでいくということですね。なのでですね、そのようにすることによって、ワーカビリティがよく、まあ、施工のしやすさをワーカビリティと言うんですけども、えー、ワークビリティがよく、えー、打ち込みの 場所の条件に合わせて、例えば、えー、手すり壁付きの手すりであったり、あとは柱とか、スラブと場所によって条件に合わせて良好な締め固めができる範囲として打ち込み速度を定めていくというのはこの問題に関して言っていることになります。なのでこの1番に関しては正解です。それでは2番。輸送管の大きさは、底層材の最大寸法を考慮して決める。この問題は正解です。この輸送管の大きさというものは、ですね、このようなポンプ車があります。 このポンプ車、ちょっとすみません。ちょっと汚いんですけども、このような輸送管があるんですけども、ここの輸送管の、この K、輸送管の K ですね。この K の大きさのことを言っております。これはですね、底地材の最大寸法で決まってくるという流れります。になります。砂利のことを言っております。でですね、この輸送管の K、これはですね、底地材の最大寸法の4倍以上とするというのが定められています。この輸送管の大きさというものは、この砂利ですね。砂利、こいつの 4倍です。えー、底こ図材の最大寸法の4倍以上というのが、えー、規定でなされています。なので、今回の問題に関しては、えー、輸送がんの大きさに関しては、えー、底こ図材の最大寸法を考慮して決めると、ながという流れになっております。まあ、4倍という数字は出てきてないんですけども、えー、この最大寸法を考慮して決めると書いてあるので、この2番に関しては正解です。それでは3番。かえー、3番。 1回に打ち込むように設計された価格内では連続して打ち込む。この問題は正解です。これは打ち込みの計画ですね。打ち込みの仕方として、片押し打ちというものと、あとはですね、この回り打ちといってずっとぐる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 回っていって同じ高さで打ち込んでいくやり方があります。今回の問題に関しては、片押し打ちといってですね、同じ場所で1回にブワッとギュッと打ち込んでいくという流れになります。なので、例えばですね、今回の問題なんですけども、1回に打ち込むような計画された価格内、ここ。 この範囲だけを1回打ち込んでという計画になります。なので、こっちとか回り打ちではなくて、片押し打ちなので、このようにえこ、こっちこっちには行かないでというまサインがなっていますね。なので、このように1回、この範囲だけで打ち込んでくださいというのが今回の問題になります。このようにですね、1回だけで打ち込むと、打ち継ぎ面がなくなります。回って打っていくと、コンクリートがなくなって、また新しいポンプ車、えー コンクリートがしゃがきて、もう一回回らなければいけないので、打ち継ぎ面とかができてしまいます。ただですね、一発で打ってしまうと、3メートルでもこのように高く、高くこの部分だけ立ち上がっていくという流れになるので、打ち継ぎ面がその区間だけできづらくなり、品質低下の防止となります。なのでですね、このように2回打ち、これが周りに打っていくというものですね、ぐる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 回っていくと、コンクリートがなくなってしまうので、このような段差がついてしまう可能性があります。ただ、1回打ちに関しては、 この一発だけで打つので、もう一回だけでこの柱とか壁が打ち上がっていくという流れになります。今回の問題に関してはこちらのことを言っております。ただですね、この一回打ち、片押し打ちというものは、一発でバーッとコンクリートを流し始めるので、片枠に側圧といって横の圧,圧力がかかってきます。なので、普通の状態からちょっと膨らんでいったりするので、こ,こ,こちらだけは留意すると。打ち込み方もしっかり綺麗に、側圧がかからないように、この一番のような ワーカビリティをよくコンクリートの打ち込み速度もしっかり考えて打ち込むというのがこの3番の問題になりました今回この3番に関しては1回に打ち込むような計画をされた区画内ないでは連続として打ち込むというのはこちらのことを言っておりますのでこの3番に関しては正解ですそれでは4番コンクリートの圧走に先立って用いる先送りモルタルは品調合のものとするこの問題は間違っていますこちらですね品調合ではなくて富調合 になります。これはですね、先送りモルタルというものが一番最初に出てくるんですけども、この先送りモルタルというものはですね、コンクリートが輸送管をスムーズに通るように先にモルタルを出すということですね。この青色がこの輸送管になるんですけども、この部分が最初にモルタルを通ることによってきれいに循環して、湿潤状態でいい状態になるということですね。詰まりづらくなるということです、コンクリートが。何て言いますかね、コンクリートが。その、 あとえー、先、コンクリートだけ通すよりも、後からその富長合なモルタルを出してから、やった方の方が綺麗に、スムーズに通っていって、ワーカビリティが向上しますよというのが、この先送りモルタルの、えー、を出すものに、えー、出す理由になります。なのでですね、スタートは最初モルタルが出ると思っていただければと思います。ただですね、モルタルに関しては、砂利が入っていないので、コンクリートよりも強度が弱いです。なので強度が弱いので、型枠内に打ち込んではいけないということですね。そして、えー、この後から打ち込み、 後から打ち込むコンクリートがこのコンクリート品質の悪影響を及ぼさないように品質が低下して品質が悪いんですけども富調合セメントこのモルタルに関しては富調合とするのが原則となっております悪い調合になっているとこのようにコンクリートの品質に悪影響を及ぼしてしまうのでこの問題に関してはこの先送りモルタルに関しては品調合ではなくて取り見調合にするというものが正解になりますのでこの4番に関しては誤っています 以上のことから今回は4番が間違っているので4番が答えとなります。